閉店30分前に乗り込んでしまいました。すいません。決まりました、これとこれで。パクチーあるの？パクチー入ってたね。嫌いですか？あんまり同じ気持ち。私もパクチー食べれないんですよ。なんでタイ料理できた？あ、違う。で、ドリンクもフリーなの？これドリンクもかな。これパクチー入ってます？入ってないです。あ、じゃあこれ、はい、グリーンカレー。これもパクチー入ってます、ね、入ってました。あ、じゃあこれね。はい、ありがとうございます。はい、どうぞお待ちに。はい、ありがとうございます。ちょっと痛いです。よし、ちょっと元を取りましょう。全然いただきます。お、早いですね。来ました、ありがとうございます。あれ、これ何ですか？カレーですか？グリーンカレー。おー、グリーンカレーガパオ。グリーンカレーいいですか？質問を食べるもの、グリーンカレー。あ、すごい。はい、ありがとうございます。あ、どうもありがとうございます。いただきます。うん、辛い。ね、ちょっと辛い。うん。辛いですか？カレー辛くない？うまっ。うん。おやってみようと思ってる。もともと結構食べれる人。もともと、女子にしては食べれる方かもしれないですね。そうなんですよ。あんま食べないですよね、ちょっと。私結構食べるよ。え、本当ですか？海とか行かないですか？日本にあんま行きたくない。探したくないから。海外だとさ、すごいじゃん、みんな体型が、大事な、そういうことか。だからなんか気にならないけど。海外だったらもう脱いじゃうよみたいな。あ、でも、脱ぎ気にはなるけど、日本だと私恥ずかしくてできない。どこの海行きますか？カリブ海。カリブ海ってどこですか？カリブ？カリブ海、あのアメリカ？メキシコ？キューバとか。地図、日本から地図で見るとあの右ですね。そっちの、右側だ。え、この春雨がすごく辛いですね。ね、辛いね。あ、辛。一番美味しかったご飯の国はどこですか？どこだろう。スペインかな。石原さとみちゃんも同じこと言ってました。あ、本当に。
やっぱスペインなんだ。てかスペインあるんですね、行ったこと、うん、スペイン美味しかったね。でも日本で一番美味しいのはやっぱり、うん、それは日本で食べるスペイン料理の方が美味しいですか？スペインで食べるスペイン料理も、それはちょっと違うかもね、まだ。スペインいいですね。物価安いんだか高いんだかわかんなくないですか？高いよ。高いのか。アメリカもあります？行ったこと。アメリカは、うん、なんかトランジットの一泊とかしたことあるけど、アメリカ自体に滞在したことはない。あ、もうすぐ旅行というよりなんかもう、そうそう、だからあの到着して、一泊して、次の日またトランジット、次の日の夕方くらいに、トランジットの時間が長すぎて一泊するみたいなのでは、あとちょこっと滞在とかしたことあるけど、あんまりでもアメリカそんな興味なくてね。アメリカめっちゃ興味ありますよ。普通のランチじゃん。そうなんですよね、普通のランチ。あれ？どういう風に編集するの？これさ、食べ途中食べ放題じゃん。はい。だからさ、途中切ったらダメじゃん。早送りでしょ、多分。早送りしなか、するかな。してますか、今早送り。自分でやってる？ファイナルカットで？リバビデオやってます。なんか怪しいサイトです、あれは。そうですよ。長澤まさみに似てるって言われません？何を言い始めるんだよ。絶対ありますよね、絶対。いい加減にしろ。いや、絶対あるって。ありますよね。なわけないでしょ。誰あります、ちなみに。ほんとね、だから、あれじゃあ、みんないつも言ってる、あの高畑充希さん似てるとか。はい、わかりました。閉店ですね。ありがとうございます。すぐ飲みます。ってなって普通のランチをしました。警視庁やってるだとどこだ、ここじゃちょっと加工されます、なんか写りが。あ、されると思うよ。あ、多分あのちょっとなんかこう、まあ、肌修正とかはすごい化粧してるのかと思います。すごい、なんかいつも基本ね、もういやそれやってたらね、もうできない。これとかはしてるとき、してるときの配信かな。でも、私室内の方が好きかもしれないです、もしかしたら。それね、ちょいちょい言われる。なんですかね。多分これとかはしてないときとかかな。あ、でもなんだろう、私、今の状態がいいかもしれないです。今の状態がいい。ごちそうさまでした。